コムのヤマト、ドットの天切、コムドットです。ドットじゃない。え、ドットではない。ドットじゃない。ドットではない。みんな思ってる。ドットは言うと、こいつ誰だ、誰だってなってるから。自己紹介してください。していいんですか。どうぞ。こんにちは、天切です。僕 YouTube やってるので、ぜひ概要欄に多分載っけてくれてると思うんで、ぜひ遊びに来てください。まあ僕基本的に、変なことだけはやってます。変なことはい、ということで、はい、地元の友達です。僕に YouTube とかいろいろ教えてくれて、登録者数いく登録者、そこ聞く。105人です、ね、じゃあそこは僕の先輩で。で、今日の企画は何ですか。今日はですね、このドットのね、ゆうたくん、そういえばいないじゃないですか。普段の絵面じゃないですね。今日はちょっとずらしてるんですよ、集合時間。どうぞ。ちょっと今日はドッキリを仕掛けたいと思います、よっ。まあ企画、偽企画の中でいっぱい彼のことをこういじります。2人でとにかくいじります。いじりにいじって、もうなんかこうつまんねえな、もうなんかやる気ねえなら帰り的な雰囲気を作って、どういうそのクールな人がね、切れたらどうなるのかっていうのね。じゃあまあ、動画外のプライベートでも結構静かですよね。本当に静かなんで。そうです。大丈夫、いける、頑張る。ちょっとカメラ来て、見ての通りのいじられキャラなんですよ。ちょっとあとかもほら、あ、ね、あ、あ、大丈夫、モザイクかけるから。そこ普段ね、地元いじられキャラの彼なんですけど、今日は頑張って、今日はね、一点変わってゴリゴリいじって、引くなよ、絶対に。ちょっと言い返されて引くなよ。そこ見せなきゃな、たまには。それでは頑張りましょう。イエイ、行ってみよう。はい、ということで、はい、ここでまあ偽企画進めつつ、ここに、まあ、なんていうの、2カメって説明しといて。2カメですね。別撮りみたいな。いやー、あれだね、もう来るよね、もう本当に来るんで。じゃあ頑張りましょう。引き締めて頑張りましょう。しゃっ。ああ。はい、お待たせ。スイズー。ナイス。早くついたから全部セットした。頭痛ぇ。何時ね。体調悪い。あ、そっか、体調悪いのか。ストロー入ってないじゃん。ゆうた、もうゲームやめて。ゆうた、ゲームやめて。もう企画説明してるよ。じゃあ最初軽く、はいはい、横でゲームやめて。もう大人なんだから横でゲームやめて。ハロー、コムのヤマト、ドットのユータ、アムギリ、ナムギリ、せーの、コムドットアムギリです。よし、今日はですね、コラボです。ということでね、今日はせっかく3人もいるんで、面白いゲームやりたいなと思って。いやいや用ゲームだったじゃないですか。歩み用順で、54順で。ちょっと裸みたいな。あれ、俺 T シャツ最初悪いの。結構先週ぐらいから言ってんだけど。でもそしたら病院とは言わないとまずいでしょ。金ないだ知ってんじゃん。まあそうだけど、体調管理はやっぱどうなんだろうね。 YouTuber っていうか、いや、お前YouTuber 関係ねえ。はい、ってことね。はい、やっていきましょう。いや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 、遠藤に名字が明日から変わる。いやいやよ。ちょっと待って。何？それどうなん？いや、遠藤が名字が明日。遠藤みんな敵にしてる。いや、別に俺遠藤の友達いないし。別にこれバカらしいとかじゃなくて、自分の名前に誇りを持ってる時点で明日から名字が変わるっていうのきつくない？普通に家庭環境とかも変わるわけよ。まあ、深く汲み取れよ、お前ら。まあでも頭弱え。頭弱え、ちょっと。どんどん言ってもらっていいっすか。え、これセーフ。まあじゃあセーフ。まあ一応。いやーよー。え、小錦がお父さん。いやーよー。いやさ、ちょっと待って、一回。何？なんかさ、なんだよ。聞いてないんやん、話。聞いてんじゃん。遠藤だけどさ、その、小錦がいいわけやん。小錦、え、遠藤いいってなったじゃん。遠藤はいいってなったけど、小錦の小指名じゃん。どういう名詞達成じゃん。遠藤はって何？
連動が良くなってるんだけど、それはユースさんを知らなかった。じゃあ、この人も使ったんだよ。この人も使ったんだよ。今テレビ出てねえか、言って。テレビ出てねえかもしれない。みたいなもんでじゃなくて、YouTube 的にあんま個人名は良くないんでしょ。ああ、なるほど。じゃあ、この人なし。なしでしょ。普通に考えたら。じゃあ、小林も。小林も。小林なし、え、だからお前、遠藤をオッケーしてるんですよ。小林なしだ。正当な理由じゃね。いやいや、そういうなんかそのへりくつとかじゃなくてさ。じゃあ、コネ。で、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 自分のタイミングで行くんだよ。自分のタイミングで行くんだよ。なんだよ。ボケ通じないね、今日。やばっちゃう。今日硬い。硬いね。でも流れ悪くね。流れ悪いか。普通に一回止めるところご飯食べたら。一回止めよう。ご飯食べるわ。いやもう飯食うのとかも自分勝手だって、もう待てないし、待てないし自分勝手やん。でも待って、遅刻してんだよ。あ、遅刻なのあれは。俺集合時間あれって聞いてた。9時半なの。え、9時半ぐらいに来たくて、うん、いや今撮ってるからね。だいぶ前から撮ってますよ。まず夜に連絡するって言ってからこいつから場所も教えられずに。まあまあまあ、でもそれはさ、いいでしょ。やる？どうする？やるんでしょ。やばよくね。続き。もういい。いや別にいいけど俺。めんどくさいわ。出ないけど。どうも。俺？じゃあまずじゃあだからまず時間を人のせいにするのよくない。は？ここ。何時間を人のせいって。じゃあまあ遅刻は遅刻だもん。は？何？9時半集合で。9時半集合って言われてないのまず。無理じゃねえこの感じ。で、いいんじゃね、俺、とりあえず今日の企画はあっちゃんとやるよ。一回、帰るかなんかして。まあ、いいですね。終わり。ミルチって大根で頼む。来てせーの、てってれーん。何？何？いや、ブチギレさせるドッキリ。いや、別にブチギレさせるドッキリって何？いや、キレさせた不機嫌なのかな。え、でも、じゃあこれ別にあっちゃん関係ないけど、ヤマト俺前言わなかったっけ？結成動画と名前決めの動画しか出してないのに200人の動画出すことになって、うん、ちゃんとした動画出さないとねって話してたのに、うん、次ドッキリのやつ出そうとしてんの。そう。しかもあっちゃん出して。そう。俺ら二人でやる普通の動画ないじゃん、まだ。まあ、でもまあ一応ドッキリっていうのはね、コラボ企画だから。いや違う、そこなのよ。別にコラボ企画が嫌だって言ってるわけじゃなくて、最初からコラボっていうのもこれを次の動画で出すならどうなのかなと思ってるって言ったよ。企画も結構最近ヤマトめちゃめちゃなんか考えて出してくれてるし、俺全然出してないからあんま言えないけど、今日とりあえず今日は俺別に来なくていいから。帰る。2人でこれね。で、全然来ないじゃん。この感じ取りづらいわ。ちょっと待って、普通に取ろうよ。ドッキリだからさ。いや、ね、もうドッキリは分かっちゃうよ。いやいやいや、いいやつだよ。マジ帰るやばい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 でしょ。あんまりいや、そんなになると思わなかったわ。いやもうめんどくさいわ。俺がめんどくさいわ。もうマジできついわ。一応連絡するよ。いやもうめんどくさい。俺ももうめんどくさい。いやでもだって結成したばっかや。いやでもさ